はい、皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ピクセル画廊です。今回はナポレオン・ボナパルトを描きたいと思います。まあ、過去に何度か描いていまして、まあそれをまあピクセル画廊本館に掲載しているわけですけども、今回はその中でも一番気に入っているドット絵アイコンを元に描きたいなと思います。まあ原画の掲載先についてはね、動画の説明欄にリンク先貼ってありますので、そちらの方をご覧いただければなと思います。それでは今からスタートします。スペースを空けます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,101,2,3,4,5,6,7,8,9もう一遍スペース空きます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15この辺からいきます。まず黒を 1,2,3,4,5,6 間を 1,2,3,4,5 開けて、ここから黒を 1,2,3,4,5,6 と一段上がって、この位置から黒を2つ、それから白を1個、黒を2つ移動しまして、この位置に黒を1個、それから白を1個、黒を 1,2,3 と置いて一段上がります。で黒を 1,2,3 白を1個、黒を1個、それから移動しまして、こちらに黒を2つで白を1個、黒を1個置きます。で1段上がって黒を 1,2,3 それからこっちに移動して白を1個、それから黒を 1,2,3,4,5,6,7 とで白を1個置いて黒を 1,2,3,4 と置きます。で1段上がって青を1個、黒を1,2,2つ、それからこっちへ来て青を2つ置いて黒を1,2,3で白を1個で黒を1,2,3で白を1個、黒を1,2,3で青を2つで黒を1個、一段上がって黒を1個で青を2つ、それから黒を1個、それから白を 1,2,3,4,5,6,7,8 と置いて黒を1個置きます。で青を 1,2,3,4,5,6 黒を1個置きます。一段上がって黒を1個、それから青を 1,2,3,4,5,6 で黒を1個で白を 1,2,3,4,5,6,7,8 で黒を1個、それから青を2つ、黒を1個、一段上がってこの位置に黒を1個、青を1個、黒を 1,2,3 白を1個、黒を 1,2,3 白を1個、
で、黒を1個。それから青を1、2、3、4、5、6。それから黒を1個。それから青を1つ。黒を1個。1段上がって、青を1、2。黒を1個。で、この位置に黒を1個。それから青を1、2、3、4、5、6、7。で、黒を1個。白を1、2、3。黒を1個。白を1個。黒を1個。青を2つ。黒を1個。一段上がって、この位置に黒を1個。それから青を1個、黒を1個、白を1個、黒を1個、白を1、2、3。それから黒を1個。で、青を1、2、3、4、5、6。で、黒を1個。青を1、2、3。で、黒を1個。で、1段上がって、この位置に黒を1個。青を2つ。黒を1個。それから、青を1、2、3、4、5、6、黒を1個、白を2つ、黒を2つ、で、白を1個、黒を1個、青を1個、黒を、ここから1、2、3、4、5、6。それから、白を1個。で、黒を2つ。で、ちょっと降りてきまして、この位置から黒1、2、3。で、上がってきて、肌色をこの位置に1個。で、黒を1個。で、この位置に黒を1個。白を1個。黒を1個。青を1、2、3、4、5、6。あ、1、2、3、1、2、3、4個ですね。これ1個は違う。で、ここで黒を1個置いて、で、青を2つ、で、黒を1個、白を2つ、で、黒を2つ、白を1個、黒を1個、青を2つ、ここで黄色を1個置いて、青を1個、この辺、ここちょっと黒を置きます。で、ここも潰して、ここも黒を置いて、ここも黒を置いて、そうですね。で、ここに青を置いて、ここで黄色を1、2、3と置いて、黒を1個置いて、1段上がって黒を1個。で、色をちょっと変えます。
今度茶色を使って。茶色を1,2,3と取ります。で、色を交換して。ここを黒を置いておきますね。で、ここで黄色を青でいいわ。ここで黒を置いて、それから黄色を2つ。で、ここで黒を置いて、青色を置いて、黒を2つ。で、白を1,2,3,4。黒を1個置いて、青を1,2,3と置きます。で、黄色を2つ、青を2つ、黒を1個、で、白を1個、黒を1個で、肌色を1個、それから黒を2つ、1段上がって、肌色を1,2,3と置いて、黒を1個置いて、ここが黒を1,2,3,4。で、黄色を1個置いて、ここで色をチェンジして、で、茶色置いて、色をチェンジして、黒を2つ、それから、あ、これ色ちゃうな、ここは青や。で、ここは青を置いて、黒を1,2,3,4,5,6,7,8で、黄色をいって、赤を2つ、で、黒を1個置いて、黄色を1,2,3、黒を1個置いて、1段上がって、黒を1,2,3置いて、赤を1,2,3、それから黄色を1個置いて、黒を2つ、肌色を1,2,3,4,5,6、黒を1個置いて、赤を1個置いて、黒を1個、それから黄色を2つ置いて、黒を1個置いて、ずっと移動しまして、ここから黒を1,2,3,4と置きます。で、移動して1段上がって、黒を1,2,3,4。それから肌色を1,2,3。少し濃いめの肌色をここで2つ。で、肌色を2つ。黒を1個、で、黄色を1個、赤を1,2,3,4,5、それから黒を1個、1段上がって黒を1個、この位置に黒を1個、
赤を2つで黒を1、2、3、それから肌色を1、2、3、4で黒を2つ肌色を2つで黒を2つ1段上がって黒を1個、肌色を1、2、3、4で黒を1、2、3で肌色を1、2、3、4で黒を1、2、3、1段上がって黒を2つで肌色を1、2、3、3、4、5、6、7、8、9で黒を2つ肌色を2つ黒を1個、1段上がって黒を1個、少し濃いめの肌色を2つ黒を1個で肌色を1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12で黒を1個、1段上がって黒を1個、それから肌色を5、7、2で黒を2つで肌色を1、2、3、少し濃いめの肌色を2つ肌色を1個、少し濃いめの肌色を1個置いて肌色を1個、それから黒を1個、青を1個、白を1個で黒を1個置きます。で1段上がって黒を1、2、3、それから黄色を1、2、3、黒を1個置いてちょっと降りてきまして、黒をここから1、2、3、4と置きます。で上がってきてこの位置に青を1個で白を1個、黒を1個、肌色を1個、少し濃いめの肌色を2つで白を1個、青を2つ、それから肌色を1、2、3、黒を1個、肌色を2つ、黒を1個、1段上がって黒を1、2、3、4、肌色を1個、黒を1個、白を1個、青を1個、白を1個、黒を2つ、肌色を1個で黒を1、2、3、4でグレー、グレーを2つ、それから黄色を2つで黒を1個、1段上がって黒を1個、黄色を2つで黒を1個でグレーを1個、黒を1個、肌色を1、2、3、黒を1個、肌色を1個、黒を1、2、3で肌色を1、2、3で黒をここから1、2、3、4、5、6
一段上がって黒、グレーを1個置いて黒を1234とでグレーを1234で黒を2つそれから肌色を1234567 8それから黒を2つそれからグレーを1個黒を1個それから黄色を2つ黒を1個一段上がって黒を1個もう一段積んどきます。で黄色を1個黒を1個グレーを1、2、3で黒を1、2、3、4、5、6、7、8それからグレーを2つで黒を1、2、3、4、5それから黄色を1、2、3黒を1個1段上がって黒を2つそれから黄色を1、2、3それから黒を1、2、3、4、5グレーを1、2、3、4、5、6、7、8、9で明るいグレーを1個置いてグレーを1個置いて黄色を2つ置きます。で1段上がって黒を1個もう1個積んでおきます。で黄色を1個それからグレーを1個明るいグレーを1個それから明るいグレーを1個置いて黒を1、2、3、4、5、6、7でここで黄色を2つで黒を1、2、3で黄色を2つ置いて黒を2つ1段上がって黒を1個黄色を2つグレーを1個、白を1個、黒を1、2、3、4、5、6、7、グレーを1個明るいグレーを1個それから黄色を2つ1段上がって黒を2つ積んどきます。それから黄色を1個明るいグレーを1個グレーを1個置いて黒を1、2、3、4、56、7白を1個置いて黄色を1個置きます。で黒を1個黄色を2つ
黒を1個置きます。1段上がって黒を1個、それから黄色を1個、でここで赤を1個、黄色を1個、白を1個で赤を1個、で黒を1、2、3、4、5、6でグレーを1個置いて、ここで白を1個置いて、黄色を1個置きます。で1段上がって黒を1個、黄色を1個、白を1個です。で黄色を1、2、黒を1、2、3、4、5、それから赤を1個、白を1個、黄色を1個、それから赤を1個、で黒を1個、1段上がってこの位置に黒を1個、それから黄色を1個、白を1個、ここから黄色を1、2、3、4、5、6、7、8で黒を1個、1で上がって黒を2つ、黄色を1、2、3、4、5、6、黒を2つ、1段上がって黒を1、2、3、4、5、6です。じゃあ全体を見ます。こういう感じになりました。いかがでしょうか。もし今回の動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。今回の動画をご覧いただきありがとうございました。それでは今回の動画はこの辺で終了とさせていただきます。また次回の動画をお楽しみに。それでは失礼します。